おう、切れたと暗いんじゃねえか。お目当てのものは手に入ったのか。当然だぜ。俺とキリトの手にかかればできないことはねえからな。それでもう宝箱は開けたのか。いや、まだだ。店で開けようと思ってそのまま持って帰ってきたんだよ。エギルも中身が気になるだろ。まあな。よし、それじゃあ早速宝箱と鍵をオブジェクト化して。行くぞ。心の準備はいいな。ああ。いいぜ。鍵が回った。これは？なんだこれ。本？写真集みたいだな。おい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 、ここよく見てみろよ。妖精たちのお宝秘蔵フォトだってよ。袋閉じのタイトルみたいだな。ったく、このゲームレーティングいくつだっての。お子様には刺激が強すぎるんじゃないか。入手困難とはいえこんなアイテム作っていいのかよ。と言いつつ開こうとしてるぞ。取り目よ、必死こいてやっと手に入れたんだからな。さて、早速中身を拝見して。うわうるせえよ、もっと静かに見ろ。これが黙ってられるかよ。わ、半端ねえぞこれ。 NPC なんだよなこれ。そりゃそうだろう、運営側が用意したんだし。こんな装備あるのかよ。露出多くねえかこれ。あ、この姉ちゃん好きなタイプだぜ。よかったな。次は水着か。あいや、やっぱりいいよな。生で拝んでみたいもんだぜ。ずいぶん楽しんでるみてえだな。おお、気の利いた運営様に感謝だぜ。つうか、キリトは見ねえのか。見えないんだよ。その本を見るとフォーカスが合わなくなる。なんだ、未成年フィルターでもあんのか。クラインとエギルは普通に見られるなら、そうなのかもな。こんな絶品が見えねえなんて。キリト、キリトよ。なんだよその同情の眼差しは。いつもならこいつはまるっと頂戴しちまうところだが、仕方ねえ、これはお前にやるよ。別にいらないよ、見られないって言ってるだろ。諦めるな少年よ。お前の腕ならフィルターかいくぐるぐらいできるかもしれないだろ。男に必要なのはな、熱意なんだよ熱意。一応苦労して手に入れた中身だし、もらっておくよ。一応な。頑張れよ。キリとは違う方向に精を出そうとしているな。お、誰か来たみたいだ。キリト君、こんなところにいたんだ。パパ発見です。あ、アスナ。え、アスナ、ユイちゃん、いらっしゃい。なんでまたこのタイミングで。3人で何してるの。あ、いや、大したことじゃないんだ。ん、背中に何か隠したみたいだけど。何のことだ。怪しい。ねえキリト君、何を隠してるのかな。だから別に。え、あか、あ、好きあり。なになに、なにこれ、写真集か何か。ああ、それはエッチなお姉ちゃんの写真が詰まった本だぜ。え、終わったな。最悪だ。へえ、そういうことか。あ、アスナさん、まさかこういうのが ALO に
にあるとは思わなかったな。確かにこんなの持ってたら隠さないわけにはいかないわよね。ママ、それは何ですか？ゆいちゃんは見ちゃダメよ。は、はい。ママ、顔は笑ってるのになんだか怖いです。それで、キリト君、これはどういうことなのかな？違うんだ、アスナ。きっと誤解してるよ。まあ、キリト君も男の子ってことだな。クライン、余計なこと言うなよ。別に俺は中身に興味があったんじゃなくて、システムの抜け道を探すための研究材料としてもらっただけで、いや、そのここで話すのもなんだし、私の部屋に行こうか。いいよね、キリト君。覚えてろよ。ちょっとリズさん、やめてくださいよ。いいじゃない、減るもんじゃないんだから。何してるんだ？シリカの耳と尻尾の触り心地を確かめてたの。この耳、すごくふさふさしてて気持ちいいのよ。うわ、もう、つままないでください。ちょっとリズ、おじさんがセクハラしてるようにしか見えないよ。というか、ただのセクハラですよ。いいんですか、こんなことして。女性プレイヤー同士ではハラスメント防止コードに抵触しません。そんな。アスナも触ってみなさいよ。そうすれば私の気持ちがわかると思うわ。確かに気にはなるけど。この毛並みを堪能しないなんてもったいないな。じゃあちょっとだけ。あ、猫の耳を触ってるみたい。へえ、実は私もゲットシーの耳って触ったことないんですよね。私も触ってみていい？なんだ、みんな触りたかったんじゃない。さあさあ順番にね。なんでリズさんが仕切ってるんですか？見つけになりそう。フィリアさん、勘弁してください。ねえキリト、実はあんたも気になってるでしょ。そんなことはないぞ。というか俺が触ったらハラスメント防止コードが発動するだろう。はい、シリカさんがボタンを一つ押せばパパは牢獄送りですね。私、キリトさんなら触っても構いません。またこの子は大胆なことを。でもシリカがいいって言ってるんだから触らせてもらえばいいじゃない。本当にいいのか？はい、どうぞ。じゃあお言葉に甘えて。これは確かに毛並みがすごく柔らかくてなんだか癒される。キリトさん、そこはくすぐったいです。あ、ごめん、つい。ただいま。あ、ユキさん、シノさん、お帰りなさい。これはどういう状況なのかしら。シノ、いや、これは別にやましいことをしているわけじゃなくてだな。うわ、怪しい。キリト、目が泳いでるよ。勇気までなんだよ。
私には年下の少女をもてあそぶ変態にしか見えないんだけど。そう言われると確かにそうね。おい、元はといえばリズが。なんか面白そうなことやってるね。私も混ぜてよ。ストレアさん、余計にややこしくなってきた。